バンバンビガロはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州アズベリーパーク出身。ビーストフロムジーイーストの異名を持つ巨漢レスラーとして活躍し、日本では死生獣などの異名で呼ばれた。プロレスラー養成所のモンスターファクトリーを経て、1985年12月にクラッシャーユーコフのリングネームでデビュー。テネシー州メンフィスのクアではジェリーローラーやオースンアイドル、 テキサス州ダラスの WCCW では、ケビン・ホーン・エリックや、トニー・アトラス、さらには、ブルーザー・ブロディとも対戦して、キャリアを積んだ。1987年1月、アントニオ・イノキの新たなライバルとして新日本プロレスに初来日。当初は、モンスター・ファクトリーの主催者である元プロレスラーの、ラリー・シャープをマネージャーとして帯同していた。スキンヘッドにまで施された入れ墨や、 炎をあしらった全身コスチュームをトレードマークに、巨体に似合わぬ、軽快な身のこなしで測定をするパフォーマンスなどで、動けるデブとして、ファンに認知された。新日本プロレス参戦中は、クラッシャーバンバンビガロの、リングネームで、ビッグバンベーダーとタッグを組み、1992年3月に、IWGP タッグ王座を獲得するなどして、活躍。その後、 日本では全日本プロレス、w ォー、FMW、アメリカでは、WWF、イカップリングウィズ、WCW など、各団体に参戦した。1987年5月からの、WWF 初参戦時は、サー・オリバー・フンパー・ディンクをマネージャーに、ベビーフェイスとして、ハルク・ホーガンのタッグパートナーにも起用され、キング・コング・バンディや、ワンマン・ヤング、 そしてアンドレザ・ジャイアントとの巨漢対決も実現した。1993年からの再登場の際は、本来のヒールに戻り、デッドデビアス率いるミリオンダラーコーポレーションの主力として、ブレッドハートやジ・アンダーテーカーと対戦。怪奇派女子プロレスラーのルナバションとのカップルも実現した。イカップリングウィズでは、タズとの構想、WCW では、 東京のダイヤモンドダラスページラとのユニット、ジャージートライアドなどで活躍した。1996年11月17日、ユージャパンのメインイベントで肝と総合格闘技ルールで対戦。入れ墨対決として話題を呼んだが、開始2分15秒にチョークスリーパーで一本負けを喫した。2000年7月に火事に巻き込まれた近所の子供を大やけどを追いながらも、助けた。 その後遺症もあり40代を過ぎてから、セミリタイヤ状態となり、弁当や経営などに携わっていたが、2005年にバイク事故を起こし尾骨骨折。同乗の女性が意識不明の重体になるアクシデントに見舞われた。同乗していた恋人の女性がヘルメットを着用していなかったために、警察からは殺人罪に問われるも彼女は解放へと向かい、警察からの嫌疑も晴れる。だが、 これを機にプロレスから完全引退した。2007年1月19日にフロリダの自宅で45歳で死去。死因は公表されていないが薬物の大量摂取による副作用とみられている。ありがとうございます。